こんにちは、ゆきです。本日は代官山に来てます。今日ですね、皆さんお店図鑑が2連長続きましたので、ゆき古着の会になります。代官山にあるカーブーツさんというレディースもメンズも取り扱っているお店ですね、のところなので、内容もシャネルのヴィンテージだったりとか、グッチだったりとか、セリーヌだったりとか、いろいろありますので、その辺もね、ちょっと小物などもチェックしながら見ていきたいと思います。ちょっと今日も楽しみです。3回目ですもんね、はい、ちょっといろいろ学んでね、今回のコーデにつなげられたらいいですね、はい、ということで行きましょう。いらっしゃいませ。ちょっと今日はまた古着の会ということで、店長さんにナビゲートというか天の声でご出演いただきます。今日よろしくお願いします。お願いいたします。はい、川口さんも私初めてなんですけど、はい、ブランドのセレクトとか、はい、ちょっとこうコンセプトだったりとか、どういったものを取り扱っていることが多いですか。当店は割と幅広く、はい、男女ともに幅広いお客様がいらっしゃってます、はい、でコンセプトは、まあ、一応カーブーツっていう、はい、店名はイギリスのカーブーツセールから来てるんですが、はい、まあ、車のトランクのカーブーツのことなんですけど、トランクを開けるとこう何が飛び出すかわからないような、ちょっと宝探し的な、こうテンションがバッてこう上がるような、いろんな割とこう雑貨から洋服からいろんなものがこうミックスした空間を表現してます。はい、ちょっとインスタグラムの方のちょっとチェックさせていただいたんですけど、はい、結構ハイブランドからいろんなもの取り扱われてるじゃないですか。そうですね、はい、なんか一点一点 こだわりがあるかな。そうですね、まあ、割とそのオンラインに関しては割とハイブランドが多いんですけど、店内はもう少しブランド以外のものとか雑貨が、はいはい、多いので、店内の方が割と多岐にわたってるかなという気がします。はい、こうやっぱりハイブランドっていうとちょっと高いというか、はい、なんですけど、ちょっと その辺も、はい、配信でこうお見せできるということで、あ、はい、私もちょっとチェックさせていただきます。はい、今日よろしくお願いします。お願いいたします。はい、じゃあ早速ちょっと見させていただきます。はい、なんかこの辺はアクセサリーがこうバッと多いんですけど、はい、これももう、こうブランドのものだったりとか、はい、するものがあるんですか。そうですね、はい、まあ、シルバーって書いてあるのは、はい、大体ノーブランドのシルバー925のアクセサリーですとか、はいはい、あと、まあ、ハイブランドと本当に、まあ、半分半分ぐらいでこの辺を集めてますね。はい、そうなんですね。はい、まあ、ブランドもののも人気ですので、うん、結構、そうですよ、はい、ございます。まあ、割と価格もリーズナブルにしておりますので、はいはい、確かに、はい、すごい、こういうコインのやつなんかボールチェーンですごい可愛いですね。あ、そうですね、グレージュが結構人気ですね。はい、やはり、はい、すごい、なんかこれあれかな、スワルスキーかな。あ、ですよね、ピカピカ可愛い、すごい、ね、ボールチェーンになってるとこまたちょっと可愛いですよね。そうですね、ボールチェーンのバランスが二重、はい、すごいキラキラしてる、はい、なんか冬になるとね、ゴールド系もまた欲しくなるアイテムですね。あ、それはジバンシー。あ、ジバンシー、あ、そうなんですね。そうですね、はい、すごい、店長さんが、うん、はい、これすごい推しだぞっていうありますか。私あんまり、はい、そのグッチとか、はい、財布とかこうなんかシャネルとかは、はい、コスメとかで使うんですか。あんまりこう着たり持ったりしないんですよ。あ、なので、はいはい、あ、でもうち割とそういうお客様も多くて。あ、本当ですか。でもすごい価格もすごい手に取りやすいし、ね、可愛いので、どれですか。どれ気になりますよね。あ、どうですかね。ね、まあ、この辺はティファニーとかなんですけど、うん、はい、この辺はちょっとノーブランドなんですよ。はい、ただなんかモチーフとかは、はい、まあ、結構こうなんかありそうでない確かに感じがあって、はい、割とこの辺私個人的にはそうなんですね、かもしれないし、なんか合わせやすいですし、ね、はい、あとシルバーですとこっちの右側のこちらの方もそうですけど、あ、こっちですね、うん、なんか細いやつ、はい、まあ、男性とかも結構この辺は人気があって、はい、あと、まあ、こういうのとかも確かに可愛いかもしれない。これもちっちゃい靴、はい、
なんですか。これ絵はノーブランドなんですか。ノーブランドなんですよ。そうなんですね。めっちゃ可愛い。こんなちっちゃいけどちゃんと靴にシルバーのなってます。可愛い。でもやっぱりこうポイントでつけるのにもすごく可愛いですよね。そうですね。なんか私昔持ってた気がする。あ、本当ですか。はい、時計も人気があります。はいはい、そうですね。時計はね、はい、今まあ。スマホあるんであれですけど、はい、でもやっぱりアクセサリー感覚で、うん、確かに可愛いですもんね。もうこのぐらいの華奢だともう本当におしゃれのこう、はいはい、一部っていうかアクセサリーですね。そうですね、はい、あと今ちょっとうち、うん、はい、手巻きの時計、アンティークの手巻きの時計が一応、このあたりなんですけど、この辺もなんかこれ可愛い、ね、これとかこれとか本当つけると上品で、はい、そうなんですか。可愛いです。これつけてみてもいいですか。はいはい。あ、かわいい、ね、ちょっとぷっくりしてて。そうですね、文字盤とレディーっぽい感じ、はいはい、感じが、かわいい、うん、これもうお値段気になっちゃ う, ちょっとう、あ、お値段はね、そのあでも 29,800円、税込みですよね。はい、はい、かわいい、まあ、これ手巻きですよね。手巻きはそう、はい、まあ、つけるときにね、はい、あのまあ本当は毎日巻いていただくのがいいんですけど、はい、まあ、つけるときにさささって巻いて、いいですね。わ、こじゃれてる、かわいい、ね、横の感じもかわいいですよね、はい、こうニットのこう上にかぶせて使ったりしてもかわいいと、はい、絶対かわいいですね。絶対かわいい。なんかこのさりげなさが、うんうん、そうですね、あんまりこうギラギラしてなくて、はい、ね、かわいい。これ私も華奢な時計すごい好きで、ごつい時計もすごい好きなんですけど、ね、この辺だとこう上品にも本当何のこうスタイルにも合わせやすいというか、はい、そうですね、はい、かわいい、うん、永遠にかわいいですね。流行り廃りなくいい感じですよ ね。確かに、まあ、すごいかわいい、うん、これあれですか、オメガって書いてますか。オメガの1960年代のオメガです。あのちょっと関水さんカメラでチェックしてもらいます、ね。はい、リリースはそこまでではないんですけど、はい、それでもやっぱりちょっと近年、はい、お値段がちょっと上がってしまっていて、なかなか確かにそうですよね、この値段では入れづらくなってきました。でもこれいい。でもなんか、うん、オメガだけど、うん、こうさりげなさがいいですよね。ね、これかわいいですね、はい、しかも値段もいい、値段もいいですね。なんかもう教えたくなくなりますね。でも取り扱ってるもの、はい、本当おしゃれ、かわいい。 ありがとうございます。あとはなんかこういう、はい、これはグッチなんですけど、はい、これちょっと華奢な、はい、うんうん、ベルトもかわいいと思います。確かにシルバーと両方今あるんですね、これは。あ、そうですね、これもかわいい、うん、それも可愛い。いいですね。それはなんかね、ゴールドバングルとして可愛いと思うんですけど、はい、やっぱりこう年代もそうだし、こういうのさりげなくこうつけてるとやっぱりこうかっこいいですよね。そうですね、はい、可愛い。これもちょっとこれも気になってて、それはね、それはディオールです、うん、なんかやっぱりこれ、はい、こうちょっと文字盤がこう、わかりますか、はい、ここがこうカーブしてるのが素敵です、はい、ちょっとこう、うんうん、本当にこうシルエットがこう緩くこう、はい、なってますもんね。さすが。しかもでもこれガラス上ですかね、こうカットがすごいキラキラしますね。キラキラしてますよね、はい、はい、かわいいよこれも、いいですね。いや、船着ってこういうのも、あ、これもかわいい。それはもう男性にも女性にも、はい、そうなんですか。これ男性もつけれちゃいますか、はい、うん、これ意外とつけれる、はい、これってどうなってるんですか、はい、これちょっと特殊ですね。そうですね、なんかすごいあの民族っぽいものもすごい好きで、なんかこれは、あ、そうなんですか。こうだ、すごい、ここ上から抜くんですね。うん、そうです、ここ、あ、かわいい。重ね付けもいいですね。そうですね、重ね付けもかわいいですね、はい、私も、あ、すごい、初めて見ました、こういうタイプ。あ、本当ですか。割とでもこういう金型って割とアンティークとか、まあ、あります。そうなんだ、結構意外にコンパク、あの、うんうん、細くかなと思ったら男性でもつけれる感じですね。でも可愛い、うん、でもこの辺は男性ショックも本当にいいんじゃないですか。こういう割と男性サイズもまあまああるんですよね。確かにデザインがすごい可愛いですね。可愛いですよ。さとちゃん、ここだけで終わりそうかも、ブレザーも。あー、ね、4種類。でも、かわいいものいっぱい、こういうね、いろんな。あ、カフス、かわいいです。はい、まあ、カフスはね、はい、ちょっと男性向けではあるんですけど、はい、これ、1950年のイギリスとか、へー、これはイヴ・サンローランだったり、はい、
ていうのもあります。なんかカフカフスもいいですね、うん、つけるの、ね、なんかあとプレゼントとか割と、はい、確かに、うん、あんまり自分で買わないじゃないですか。ちょっとプレゼントにされる方もあんまりいます。確かに、はい、あそういったプレゼントもおしゃれですよ ね。なんか人のプレゼントするときすごいプレッシャーになるんですよ。何あげようと思ってその時とかもいいですね。あ、そうですね、うちプレゼント放送もまあ軽くしてますので、はい、割とプレゼントで探される方多いですね。そういえばあのジュエリーとかということで、ちょっとそっちもね、こう 裏なんかメガネもあったりとか、はい、これはまあ初期新品のメガネで、はいはい、まあ割とおすすめはなんかこういうやっぱりヴィンテージの、はい、下がヴィンテージなんですよね。あ、こちらですね。70年代、80年代の、確かに、まあ、まあここはハイブランドがまあまあ多いかな、はいうんうん、はい、なんかこれなんてすごい感じますね。あ、それイヴ・サンローランの70年代のやつですね。ちょっとかけてみようかな。これいいですよ、いろいろかけてかけてみます、はい、顔がちっちゃいんでどうですか。あ、でもありですか。いやもうファッションショーとかにどうですか。新しいですか。新しい感じ。でもなんかメガネは違和感ないです全然。あ、でもいいと思います。どのぐらいの年代のものなの。あ、これは、はい、80年代、はい、クリスチャン・ラクロワっていうブランド、はい、デザイナーですね、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあ80年代はもうこのファッションが一番こうトレンドっていうか、こういうファッションを中心ですよね。あ、まあそうですね、80年代らしいちょっとゴージャスな感じはやっぱり、はいはい、ありますね。そのラクロワもそういう洋服 の、はい、あの主に洋服のデザイナーなんですけど、なるほど、歴史を感じます。なんかやっぱりファッションこう巡る、こう巡るじゃないですか、うん、なんかすごいちょっと感動してます。当時でこういうの作るのすごいですよね。やっぱりここもやっぱりこうアンティークっぽいというか、こうディテールがこだわられてますもん ね、こういう色がね、はい、またちょっとあんまりない、はい、色使いがラクロワっぽいなと。なるほど、はい、すごいな。メガネもすごい可愛いのもいっぱいあるね。ちょっとこういうのかけてちょっとコーデしてみましょうか、瀬戸ちゃん。そうですもうねトータルでですね、もうじゃああっちへ行きましょう、はい、ちょっとね店内がね素敵すぎてね、こういうタックとか、これもなんかすごいキーホルダーですか。はい、1960年代のキーホルダーで、瀬戸ちゃんか関水さんはピンバッジかこういうの集めてないですか、はい、キーホルダー可愛いですよね、お財布とかもすごい可愛いのあるし、こっちもなんかこう店内がすごい可愛い本当に、ね、こういったバッグもあってお洋服ちょっとこうこの辺もこういうスウェット可愛い。え、これ可愛くないですか。見てください、すごい可愛い。そうですね、この辺がメンズなんですよ、うん、この辺がこっちメンズですか、はい、でこっちがレディースですね。ただまあ、はい、メンズも女性の方が人気はあるんですね、うん、半分ぐらい女性の方が買われて、ちょっとオーバーサイズで、はい、はい、という感じなんで、ここはちょっとかなりサイズが大きいのがありますね、はい、なるほど、確かにすごい可愛いアイテムが、はい、いっぱいですね。でもこれかわいい、このこれメンズだけど着れそうですね、ちょっとゆるっとですよね、うん、すごいかわいい、ね、そのまま着てもかわいい、かわいいですね、はい、いやあっちのコートもすごいかわいいの発見しちゃいました、ということでお着替えしてみます。はい、古着なんですけど、今さっき入ってた自分のフェイクレザーのスカート私物も使いながらコーデさせていただいたんですけど、これメンズのスウェットなんですけど、はい、もう女性でも全然着れますね、はい、そうですね、キメ可愛いですね、なんかオーバーサイズなんですけど、はい、そこまでこうオーバーサイズというかこう、はい、なんかこうゆるゆるっていう感じでもなく、そうですね、はい、すっきりこう、はい、ストンとこう、うんうん、着れる、なんかオーバーサイズって割とこう、うん、なんですか、硬い生地とかだと本当にこうガツッと大きくなりすぎちゃうんですけど、はい、こういうなんか柔らかい生地を選べば割とこうくたっとした感じで、うん、あの逆にこう女性らしく、うん、はい、この緩い感じが綺麗に見えます、うん、はい、本当にすごい着やすいし、確かに柔らかいし、うんうん、そうです、まあ、これは完全にもう80年代のサンローランのスウェット、はいはい、ではあるので、はい、はい、ちょっとこれは後染めに、当時のものを後染めしてあります。
なるほど、はい、そうなんですね、はい、なんでさらにちょっと柔らかくなってますね、はい、生地が、そうなんですね、はい、でも本当とっても着やすくて、はい、あ、なんか古着だけどなんかこう上品さもちゃんと出てて、そうですね、はいはい、ここのなんかこうワントーンに仕上げてるけど、ね、この色使いも、ね、プリントではなくて刺繍っていうのがまた、はい、とても、はい、可愛いと思います。いや本当です、はい、これやっぱスウェット選ぶときって結構このロゴだったりとか、はい、なんかそこでなんかこう安く見えがちなものもあるじゃないですか、そうです、ね、刺繍でなんかこう、はい、やっぱりポイント高いですよね。そうですね、はい、でこのね巾着は店長さんにちょっと探してもらったんですけど、はい、もう可愛いと思って。でこれは、ビーズスパン、はい、ビーズですよね、巾着ですね。なんだろう、ビーズなのにスパンコールのようなキラキラ感があって、やっぱり、はい、秋だとちょっとこう色も沈みがちだけど、はい、こういうものでちょっと素材だったりとか、うん、そうですね、遊ぶといいですね、はい、いいですよね、はい、すごい可愛いんですよ、うん、でこれ手持ちにもこうできるから、はい、そこも今斜め掛けにしたんですけど、はい、そこもねすごいいいですね、可愛い、ね、なんかまあ元々ねこうパーティーバッグとかで使われたりする、はい、こともよくあるんですけど、はい、まあでもどっちも使えるっていうのがいいですね。確かにパーティーだけじゃなくて、うん、パーティー終わったら普段にこうやって取り入れていただけると、はい、はい、いいかなと思います。そういうの大事ですよね、はい、やっぱシーンを選ばずこう使えると。そうですね、はい、そしてですねこのキャップ、こちらもご紹介をお願いしていいですか。これもね、はい、形がすごい綺麗で、あ、そうですね、これはあの1960年代のフランス の、 あの海軍 の、 あのキャップなんですけれども、やっぱりこうディテールがすごく細かくて、このリボンのところとかすごくこう帽子としてすごく完成されているデザインというか、はい、分かります、なんかクオリティがいいですね、やっぱり高いです、すごい、かぶった時もシルエットもすごく綺麗に出やすいし、はい、すごい帽子がすごい好きすぎて、やっぱこの辺のつばの感じもちょうどいいというか、このなんかマリンキャップっていうか、うん、そうですね、大切ですよね、ディテールがなるとすごいおしゃれで、ね、まあ、あの結構現行のアパレルさんでもこれをヒントにこう似たようなものをこう、うん、ブランドで出されているところもある、はい、それのまあ原型的なやつです。そうなんですね、はい、こういう、ね、帽子も可愛いのを取り扱っているってすごくいいです。あ、はいはい、あとは、あのこの時計だ、はい、今度はこれグッチですね、この、ね、はい、グッチのもすごい、あの可愛いですね、可愛いですよね、はい、横のがこうシェリーラインになっているのがまた素敵ですね、はいはい、グッチらしいシェリーラインが入ってます。でも、すごい、でもやっぱ素敵なものが多いですよね、かわいい、時が経ってもこうやってあのつけれるってやっぱりファッションってすごいなと思ったりとか、あ、はい、そうですね、うん、全然こう古びた感じっていうよりも、うん、むしろどんどんこう味が出て、うん、そうですね、はい、見えますもんね、古い感じをねあんまりこう、はい、しないですよね、しない、全然しないです、ね、はい、かわいいよ本当に、うん、あとこのイヤリング、これはこういうシンプルなものがあるとすごくこう使いやすいですよ ね、 すね、はい、下がイヤリングで、はい、上がちょっとピアスになってます、じゃあどっちでもいけますね、はい、どっちの方も、はい、どうしよう、このまま、このまま帰れますね、これいいですね、可愛いですよ ね、 すごね、これお値段はおいくらですか、すごい気になっちゃった、これこちらは15,950円、そうなんですね、はい、でもこれはおすすめです、本当に可愛い、全部おすすめ。次はね、あのもうここにね、このこんなね可愛いこうボディに